おはようございます。おはようございます。ラブ川崎始まりました。はい、さあ今週はですね、雰囲気を楽しむためにちょっと仮装してみました。あつしさんで合ってますか？多分。あ、よかったです。あつしさん、早速なんですが、はい、トリックオートリート。子供の言うやつでしょそれ。すごい大人だよ。まだ欲しい？おかしい。欲しい欲しい、足りない。それかぼちゃに言うそれ。確かにそうです。でしょ、ノックしてコンコンでしょ。いや、なかなか様になってますよ。あ、本当ですか？うん、なんかあのかぼちゃのあれなのかドラキュラなのか、なんかちょっとよくわからないですけど、とりあえず、ちょっとね、はい、来てみました。キャラクター迷走中な感じがすごいですね。わかりました。じゃあ楽しく参りましょうよ。はい、さあそれでは今週も参りましょう。ラブ川崎スタートです。脱いだ。さあ今週も川崎の楽しい情報満載でお届けします。はい、今日はですね、こちらの方がお伝えしてくれます。はい、ハッピーハロウィン。今日は石原がお伝えします。はい、さあハロウィンといえばですよ、うん、川崎ハロウィン、略してカワハロ、はい、これを忘れちゃいけませんよ。まあ、大イベントですよね。はい、そうなんです。こちらですね、はい、川崎ハロウィンは今年で21周年。はい、1997年から始まった川崎ハロウィンパレードは今では日本最大級となりました。はい、今ではですね、2500人もパレードに参加するんですよ。まあ、楽しそうだよね。そうですよね。そしてもうこの時期のハロウィンはもうね、定番になってきましたね。確かに川崎ではね、この仮装のアイデアもすごいですし、コンテストのレベルがもうとにかく高いんですよね。はい、ですね。楽しそうだ。もうとにかくめっちゃ楽しそうじゃないですか。そうなんですよ。もうすごい、ね、そう。そしてこのレベルの高い仮装、いつから準備してるのか気になりません？確かに。でしょ？ということ、1日2日じゃないからね。そうですよ。ということでですね、うん、明日のパレードに参加する方にスタッフがお話を聞いてきました。鳴らします。こんばんは。初めて参加したのが2012年だったんですけれども、ちょうど世の中的にハロウィンが盛り上がってる時でして、その時友達と一回ハロウィン出てみないっていうふうに考えた時に、地元が川崎で一番大きな、関東で一番大きなハロウィンをやっているっていうのを頭では知っていたので、実際に縁もあるし、初めて出てみるなら地元で安心感のあるイベントに出てみようということで出始めました。友達と出るのいいですね。いいかもね。一人よりなんか盛り上がるよね。もともとハロウィンというより、この5人で、月に1回おいしいものを食べに行こうっていう会をやっていて、その中でハロウィンとか出てみたら面白そうだなって話になって、出始めたっていうのがきっかけですね。そう、そこよ、気になるのは。そうね、気合入ってるからみんな。エントリーが9月毎年頭にあるので、だいたい8月ぐらいにみんなと集まる機会に、今年は何しようっていう、人思い思いになんか意見とかアイデアを出して、みんなが一致して面白そうだなと思ったら、じゃあ今年はそれでやろうっていうふうに決めて、僕が代表でエントリーをするような流れですね。すごいね。いいですね。本当だ、5人で揃えて。クオリティが高すぎない？でも買い揃えてるんですね、全部。すごい。アイデア、アイデア大事ですね。2回目に参加した時にですね、はいはい、ちょっと衣装とかこの帽子を作ったって1回だけありましたね、こういう時が。このふわふわしたやつの方ですね。そうですね。さあ、この仮装、何の仮装か分かりますか？イギリスの国旗。渡辺由紀さんがいらっしゃいますね。赤ちゃん抱っこして、これは2013年ですかね。キャサリン妃が、分かりました、ピンときましたよ、これはっていうふうに言いますけど、これ誰も分かんないやつですね。分かりましたもんね。なるほど。今年のテーマがですね、藤井四段と駒沢さん、話題ですよね、話題ですよ。確かに。どうでも、藤井四段になるのかな。そういうこと。
さっきまでの田中さんはどこ行ったのかっていう確認の人です。大事なとこだけど確認。そうですね、藤井四段と駒たちもやろうと思って、はい、あの将棋コスプレって調べたんですよ。まさかこれ売ってるんですね。今年も精一杯楽しみたいです。面白い。年取ってくるとあんまりなんか遊びに付き合う友達が減ってきてしまったり、まあ仕事で予定がまあ合わなくて、まあ飲みにも行けないとか疎遠になりがちっていうのがあるんですけども、一応まあこの機会だけは毎年みんな意識して、まあ5年連続まあ誰も欠けることなくあの続けられているので、まあ細く長く多分こういう付き合いっていうんですか、まあ友情は続いていくのかななんていうふうに思ったりはしますね。はい、ということで、いやでも本当に面白いですよね。発想が面白いよね。絶対目立つよね。だから今年はすごいクオリティ高いのをやってらっしゃった年もあったじゃないですか。うん、今年はファニーな方で行ったけどね。そうですね。絶対目立つよね。笑いを取りに行くみたいな。いやーなかなか藤井四段通りかからないかな。ね、打ってくれないですかね。田中さん流としては、はい、あまり手間をかけずに、うん、アイデア勝負っていうところが長く楽しく続ける秘訣だということですよね。そうね そしてですね、うん、まあ、あの背景でお気づきだったかもしれないんですけれども、うん、田中さんの実家の前で毎年記念撮影をしているそうなんですよ。同じところだ。歴史が見られるわけだ。そうなんですよ。毎年毎年ね、この仮装したねなんて、みんなお酒飲むんでしょうね。いいですよね、思い出しながらね。はい、歩けなかったねとかね。さあそしてですね、川原を楽しむのはパレード参加者だけじゃないんですよ。川原のいろんな楽しい企画、もうね盛りだくさんなので、知って得する情報を求めて私こちらに行ってきました。さあラチッタテラにやってきました。いや10月に入りまして、見てください、ハロウィンモード満載ですよ。ここではねパレードも見れたり、いやね、このハロウィンの知って得情報が隠れてるに違いないんですよ。知らないの私、そんな情報誰か教えてください。あら安藤さん、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。そうですよ、ラチッタテラといえば安藤さんですよ。ありがとうございます。きっといろんな情報を持ってらっしゃるんじゃないですか。はい、持ってます。28日はキッズ関係、はい、ファミリー関係のイベントが盛りだくさんとなっておりまして、はい、大人気のキッズパレード、はい、仮装とかね、ウォーリーとかになっていいですね。可愛いです。はい、あとはあの新しいイベントでミニオンズランという、うん、あのとてもとても大人気なミニオンのコスチュームを着ていろいろ遊ぼうという企画も、うん、あの28日の土曜日、はい、そしてメインのイベント29日の日曜日に、はい、皆様お待ちかねの、ハロウィンパレード開催いたします。今年のテーマなんですけれども、うん、あのダイバーシティ、はい、というテーマがありまして、もうみんながいろんな人があの楽しめるハロウィンを目指しております。でその中には LGBT というテーマも入ってるんですけれども、はい、そこで今年はですね初めてプライドパレードというあの LGBT の、 あのちょっとテーマとしたパレードを開催いたします。すごいですね、パレードだけでもたくさんありますよね。はい、わあ、いっぱい。本当だね。2日間でこんなにイベントあるんですね。そうなんですよ。ハロウィンだね、もうね。体験教室ですね。あのここのフェイスペインティングができたりとか、あとホラーメイクができたりとか、はい。やると盛り上がりますよね。はい、万が一仮装がもうちょっと足りないなと思ったら、ぜひその体験コーナーに行っていただいて、はい、いろいろあのホラーメイクにしてもらったりとかすると一味また違ったハロウィンが楽しめるかなと。こちらのですね、ハーバリウムご存知ですか？めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。はい、今、はい、あのこういうハーバリウムといって、はい、まあ、あのなんかオイルなんですけども、こういうあのお花を飾ってちょっと色あせないでっていうこういうインテリアがすごく流行ってるということで、飾りたい。しかもハロウィンバージョン。キバナみたいな感じかな、なんかね。オイルの中にね。あの無料であのご利用いただけます。フォトスポットもご用意しておりまして。フォトスポット写真ですか？はい。あそこのクラスという、はい、見えますね。ありがとうございます。あそこですね。はい。かぼちゃとか。はい。骸骨が。転がってますね。転がってますね。あのすごくあなかなか人生の中でもないオリジナルな個性的な写真が撮れるんじゃないかなと。そうですよね。だって自分も仮装してたりなんかしたらね、はい、ちょっとコラボレーションで、ね、あもうすごいコラボレーション面白い写真が撮れますね。
溶け込んでね。公式アプリをゲットするとイベントや情報を逃しませんよ。携帯でね、はい、気軽にチェックできるのがいいですよね。いいですよね。すごく嬉しい。あとですね、もう一つぜひご紹介したいのが、何？何ですか？ゾンビ飯って知ってますか？何今の手これ？はい、ゾンビ飯をラチッタデレはハロウィンフェアやっておりまして、全く想像ができないんですけど、はい、何何何何ね、分かんないですよね。恐ろしいってこと？ドキドキしますよね。とっても辛いとか。すごく美味しいです。あ、それをぜひご体験いただければ。ちょっと試してみたいですね。はい、まだ見てないから何とも ね、はい、ちょっと想像がつきがたいですけれども。はい、ちょっとお店の名前。あ、ちょっと近い近い。あ、ゾンビ飯の食べられるお店とっても近くでした。お気に入りね、あ、失礼いたします。来ますよ来ますよ。こちらがゾンビ飯です。あ、出た！ゾンビ飯！ちょっと。こちらの目玉とっても美味しいんで、はい、お召し上がりください。すっごく笑顔ですね。ありがとうございます。笑顔でしたけど、言った言葉は目玉が美味しいですからね。めっちゃリアルじゃないですか。ありがとうございます。凝ってるね。あ、美味しい。美味しいんだ。見た目は怖くてもとっても美味しいゾンビ飯、ラチッタデラの他の店でも食べられます。はい、ということでした。美味しかったんですよ。すごい、なんだろう、あれね、うん、目玉がチーズ で、うん、で鷹の爪の細くしたもので、うん、この血管に見立てて、なるほど、オリーブとピンクペッパーでこう、あ、眼球を、なるほどね。味はもうとても美味しい。すっごく美味しかったです。見た目がすごいけど、アイデアがすごい ねだからそこまでも全部みんなハロウィンになってるってことね。そうですよ。他の店でもゾンビ飯あるわけですもんね。食べられるそうですよ。楽しみですね。歴史があるからこそ、うん、もうこうやって川崎ではイベントが盛りだくさんってことですよ ね、 そうだよね。どん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 増えていくんだろう ね、 こうやってね。やっぱりフェイスペイントとかするとね、嬉しいよね。盛り上がるのよ。上がるよね、うん、で写真撮って、うんうんうん、ちなみにパレードの参加申し込みは、うん、もう今年はもう終わってるんですけれども、はい、沿道からね、うん、楽しむことできますから。いや、見てるだけでも楽しいでしょ、うん、いや、そうですよ。コスプレ可愛いとか、コスチュームいいねとかなるよね、うん、絶対なりますよ、ね、はい、そしてですね、川崎駅前の商業施設や商店街などでハロウィンフェアを開催しております、はい、お菓子をもらったり割引のサービスを、うん、はい、受けられたりするそうなので、はい、詳細はホームページをチェックしてみてください、うん、はい、はい、まあね、当日参加される方も、うん、見に行かれる方もですね、うん、お得に楽しくパワハロ満喫してほしいなと思います。いや、すっごい盛り上がると思うよ、今年もね。私たちも行きたいですね。皆さんぜひお出かけください。はい、石原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いてはプレゼントです。今回は生田緑地バラ園で見つけたローズウォーターを3人の方にプレゼントします。こちら化粧水として使えるほか、うん、飲むこともできるということですよ、はい、ご希望の方は11月4日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください、はい、なおメールでの応募も受け付けています。たくさんのご応募お待ちしております、はい、お待ちしています。さて、来週のラブ川崎ですが、はいはい、うん、秋の動物公園に行こうについてお伝えします。動物 だ、 動物だ、いいですね。涼しくなってね、動物が活発に動き出しますから ね楽しいと思いますよ。あと、ちょっと景色もね、もしかしたらちょっとずつ紅葉、あ、いいかもしれないですね。入ってくると思うんで、紅葉と動物と ね、 いいですね、いいです ね、 ですね。じゃあ皆さん、良いハロウィーンをお過ごしください。それではラブ川崎、また来週です、はい、バイバイハッピーハロウィーン。カラーズフューチャー。